セキラ、どうもゆうた14です。はい、今回はレジェンドリーグの3月シーズンを振り返っていきたいと思います。まあ、自分はね、ずっとクイヒーラバレをやっているというふうにね言ってたと思うんですが、にやか全部全アタッククイヒーラバレで1ヶ月間やり通しました。まあなかなかきつかったですね。まあただでもすごく個人的にはいろいろ勉強になったし、あ、この配置これで取れるんだとか、あ、こういうやり方があるんだとか、まあ戦術のクイヒーラバレの幅はすごく広がりました。うん。まあトロ上げというよりは練習を目的にというイメージでやってったんですが、すごくね個人的には成果のあったレジェンドリーグかなと思っております。何度かねライブ配信の方もして結構見に来てくださった方もいるかなと思うんですが、まあぜひねまた今後また増やしていきたいので遊びに来てください。で、昨シーズン1ヶ月間クイヒーラバルをやり続けた結果何位になったかというと、こちらダレレレレレレレンダンというわけでね、はいはい、275位というわけで、まあグローバルですね、グローバル275位で、確かローカルは7位だったと思います。7位と10位、ニヤカですので、7位と10位で275位が最高でした。まあ、正直、もうちょい頑張れば、もうちょい上行けたかなとも思いつつ、別にまあまあしょうがないかなっていうのも思いつつ、まあ、ね、攻め残しがあった方がまさかの高くなるっていう、攻め残した方のアカウントの方が順位が高くなりました。まあ結果、これ結構ね、防衛とかの誤差だったり、まあ普通に取れた日、取れなかった日の、がちょっと偏りがあったりっていうので少しだけ差は出たかなって思うんですが、まあ、基本的には100以内でね誤差は収まってるので、だいたいこんなもんなのかなと思ってます。5900ぐらいですね、だいたい5800って書いてある、5800ちょいですね、5800から5900の間で収まりました。で、今回はね昨シーズンのアタックを振り返れれば一番良かったんですけど、アップデートの環境でリプレイが全て消えてしまってるのでね、まあリプレイのねアップデートの日付ぐらい教えてくれよと思うんですが、まあじゃあ今シーズンのね振り返って、今シーズンのアタックをいくつか見ながら昨シーズンの振り返りをしていきたいと思います。はい、早速なんですけど、まあ1本目見てください。これ星1ですよね、クイヒーラバルの。これがねやる めっちゃやります。うん、クイラバやるならもうちょっと通らざるを得ない部分でもありますね。で、イエティセットが弱くなった環境で、イエティだけでね、タウンホールを癖でね、出してしまって、回廊陣に対して真ん中落としたら、タウンホールを落とせず、星1をかますというね、うん、修復不可能でした。まあ、ただ、星1やったんですけど、280取れてんで、まあそんなに悪くないかなって気がしてます。はい、早速見ていきましょう。初日のリプレイですね。まあ普通に、なんだろうな、最終日とか、普通に3月シーズンのレベルの高いところで当たってくるような配置を結構引きましたね、個人的感想で。攻めの方も、もうニヤカとも全開取られるぐらい嘘やんっていう、この段階で全開取られるっていう状況でびっくりしてます。はい、この最初の方って防衛攻められないこともあるんですけど、普通に全開取られるっていう、結構強い人来ちゃったなっていう悲しみに打ちひしがれております。はい、で、今シーズンはどうしようかなって考えたんですけど、とりあえずこっち中は、うん、クイヒーラバルを続行しようかなと思います。スーパーウォールブレイカーとか出てるんですけど、あれは極力使わない方がいいかなっていう感じですね。うん。ウォールブレイカーのスキルは個人的には落としたくないので、レジェンドリーグではあんまり使いたくないかなって印象ですね。まあ、まあでも多分何かの表紙で使う感じになったり、まあ方針転換だったりも使うのが当たり前みたいな環境になったらもちろん使うとは思うんですけど、まあ大会とかでもね使えると思いますので、まあそうなったら逆に慣れてないといけないってなるので、まあある程度はね練習がてらスーパーユニットも使っていこうかなと思うんですけど、今のところはとりあえずはなしで戦いたいなっていうのが今のところの方針です。はい、でもう一夜化に関してはちょっとねクイラバの限界というか、クイラバ以外もやってみたいなってことで、ライドラッシュをとりあえず最初試してみました。はい、ライドラッシュは今ツイートとかを見てくださった方はわかると思うんですけど、今ローカル1位を取れたりとか、まあ、グローバル20位ぐらいをさまよっております。まあ意外と取れるんですね。まあ、CWL のねエリートの時にライドラッシュをやったんですよ。したらめちゃめちゃ余裕で全開取れて、7体ライドラ7体のこれ全開取れて、あ、これ強えなって思ったので、ライドラッシュを今シーズンはやっていこうかなという感じでやっていきます。はい、リプレイに関しては、エリートに関のリプレイに関してはライブ配信をね1回やってたので、そっち多分この辺出てると思います。はい、見てください。はい、これもライブ配信やったんですけど、なんか通知が来ませんでしたみたいな感じで全然人来なくて内容自体はすごくいいものになってますよ、あれは。もうねリプレイが消えてしまって見れないんですけど、あのライブ配信でしか見れないアタックっていうのが大量にあって、
パーフェクト勝利をね CWL エリートの方で収めたんですけど、そのうちのラスト15個ぐらいはライブアタックを撮影できてるので、ぜひ見てくださると勉強になるかなと思います。はい、続いてやっていきましょう。こんな感じですね。まあ普通にだから結構強い配置が出てきてるわけなんですけど、こういうヒーローが4つ固まってる配置がねすごくクイヒーラバルはきついです。うん、クイヒーパートでここを見るのも結構大変だし、ソラパートで勝利しなきゃいけないってなったらもっと大変だし、でこういう配置はあんまりクイヒーラバルは向いてないです。なので僕の中ではね結構まああんまり良くはないと思う。まあでもレジェンドリーグ攻めなきゃいけないっていうルールなので引いてしまった以上、まあ自分の中で個人的なルールとして、4ヒーロー固まってる時にタウンホールがあるかどうか、近くにヒーローと一緒にあるかどうかで、そこの処理を狙うかどうかを決めてます。まあ普通になんだろうな、4ヒーロー固まってても処理が簡単そうっていうならもちろんそっちサイドを狙いには行くんですけど、クイヒーパートでクイーンだったりの処理ができなくてもタウンホールを優先することも多いです。今回の場合とか特にそうですね。ここ入ったところで三軸角火力高い上に、ラバルのルートも取れないしタウンホールのケアも全くできないっていうことで、タウンホールのみをクイヒーで狙っていくような形を取りました。でこうなった時にどうするかっていうと、もう突撃艦イエティで見るか、ロイヤルチャンピオンを混ぜて空に混ぜて戦うかしかないんですよね。はい、ここねギリギリで耐えれるぞって感じたので、フリーズをね使ってクロスボウ1回止めて回復を加速させていくんですが、フリーズを外すんですこの後。はい、このフリーズね外してクロークを使わされました。これもったいなかったですね。こういう細かいミスはねクイヒーラバル本当響くので、ディガホグとかだとディガーにねヒーラーがスイッチしてくれたりとかもあるんですけど、クイラバの場合ロイヤルチャンピオンにしか映らないし、ロイヤルチャンピオンもね被弾受けがちなので、ラバルの裏になると大砲とかはね普通にロイちゃん撃ってくるので、まあそういった意味でも難しいんですが、はい。で今回ヒーローの処理はこんな形でレイジフリーズでロイちゃんをかけて、ラバでねタギを取ってレイジをかけてフォローって形です。はい、まあ、なのでレイジ4枚って結構レイジの多めの編成にしてますね。最近ウォーデンつかないですね全然足遅くて全然トームが間に合わないみたいなことが多発しております。はい、まあ、なんとかロイヤルチャンピオンだけにかけて、まあバルーンにもギリギリ間に合ったんでよかったんですけど、本当はもっと早い段階で打ちたかったですよね。ウォーデン結構最近悩みだな、難しいですね。もう一体ウォールブレイカー貯めてもよかったかなと思ったけど、まあどっちにしろ死んだかなこれは。もうこんな形で結構きつくなりがちなんですけど、こういうのを取っていかないと厳しいんですよねレジェンドリーグやっぱり。まあクイーン処理だったりロイちゃんの処理ができてなくてもラバルでどうにかするっていう技術も少しは勉強できてるところかなと思います。はい、じゃあラストもう一本見ていきましょうか。先ほど言ったような感じですね。今度はタウンホール側に、4ヒーローを固めておきつつ援軍だったりもあったりするパターンですね。さっきも言ったんですけど、判断基準の一つとしてタウンホールが一緒にセットで置かれてるかどうかっていうところを僕はまあ一応大事にはしております。はい、で今回、タウンホール持たせるということで今回はこちらサイトを選択しました。はい、さっきはねタウンホールが取れなかったので、まあ、そこをメリットとしてイーグル砲ぐらいしか取れなかったのでタウンホールを優先してソラパートでゴリ押しで見ていく感じだったんですけど、今回はクイヒーパートでタウンホールを持たせるというところでこちら側からのいいんですね。まあ、こういうなんか明確な基準っていうのを自分の中で持っておくとレジェンドリーグ30秒しかないんですけど、まあ、ある程度判断早めにプランを組むことができるかなと思います。はい、最初の方はもうどうしようこの位置どうしようかなっていうの結構あったんですけど、まあそんな感じでなんか自分の中のルールっていうのを決め始めると、まあある程度スピードも早めにプランを練ることができるかなと思います。はい、迷った時はまあタウンホール側っていうのはとりあえず僕のルールの一つに他のルールの一つですね。はい、何も見えなかったらもう本当にタウンホール突っ込もうっては決めてるんですけど、まあ、そうするとまあなんだかんだやってる途中に、あこれもしかしたら これをこうすれば全開取れるかもなってやってる途中に気づくこともあったりするし、あこれこうすればなんとかなりそうっていうのはあるし、まあ、その辺を状況見つつやっていく感じですね。まあで、取れなかったら取れなかったでもう30秒で取れ、無理だったっていうのが自分のその時のプランニングの限界ということなので、逆に分かりやすいですよね。30秒でこの配置は取ることができませんでしたっていうならもう分かりきってるので、まあしょうがないかなっていうところもあります個人的には。
まあ、こんな感じでこういうなんかタウンホールの方にヒーロー固めてるある配置って結構こういう感じになりやすい。クイヒが結構早めに死んじゃってラバルだったりロイちゃんを混ぜてゴリ押しで進めていくって形、まあ、これなんですけどロイちゃんとクイーンが処理できてることで止まらず結構ゴリ押しチックでも押せていけるんですよね。シングル IT も多いし、まあ、こんな感じでなんだろうな、あんまり綺麗じゃない形でのクイヒラバルで取り切るっていう力もレジェンドリーグをやっていくとある程度身につくところかなと思います。はい、まあ、多分それに関してはホットの戦術も一緒で苦手な配置でも攻めなきゃいけないので、この配置これほんときついけどこうすればギリギリ取れるかもっていうようなの皆さん多分 おそらく自分の中で持ってると思うんですよね。それって結構大事な感覚だと思うので、うん、僕は結構大事にしたいところかなと思ってます。最大限うまくできた時の全開ってもちろんそれもいいんですけど、こんなに苦しかったのに全開取れたっていうのももっと、うん、もう同じぐらい大事かなと思ってる感覚なんですよ。僕言いたいことわかるかな。苦しいけど取れたってなんかその編成の余裕というか、もっと簡単な配置ならもっと簡単に取れますよっていうのがもうすでに自分の中で形としてできてる証拠かなと思うので、まあ、難しい配置に当たっても、取り切る力っていうのは結構大事、汚くても全開取るっていうのはやっぱり大事なことなので、まあ、そういう形そういう力をね伸ばしていくにはレジェンドリーグもいいのかなと思ってます。はい、今回はね、昨シーズンのクヒーラバルを、遡っていったわけなんですが、まあ、今シーズンのアタックですね。今シーズンのアタックを結構自分としてはリプレイで上げていこうかなと思ってて、で毎回多分編成的にあんまり変わらないので毎回解説を入れても そんなにあんまり変わらないし見栄えもしないしつまらないし、だったらなんか音楽だけ載せて、別の解説動画を作って、まあ、同じようなね、投稿頻度をただ単に上げれるっていうことも見れるのし、海外の人とからすると、まあ、日本語での実況って結構逆に邪魔になるっていうわけなので、まあ、レジェンドリーグのアタックに関しては音楽だけ載せてたまに上げようかなと思ってます今後。はい、まあ、なのでたまに1日2投稿ぐらい1日2、3投稿になる日もあるのかなって感じで、なんか逆に解説というかなんか疑問になったここどうしてこういうことしたんだろうみたいなことに関してはコメントくだされば、コメント返します。はい、結構自分はコメント返してると思います。はい、なのでそんなスタイルで今後は、ライドラッシュとりあえずライドラッシュとクイヒーラバルでやっていくので、クイヒーラバルとライドラッシュのレジェンドのみのアタックっていうのも今後上げれるかなと思いますので、まあそんな形でやっていきたいと思います。というわけでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。